パソコンね、なんかエクセルとか、いっぱいやらされておるよ。うん。山崎さん、ハートいっぱいありがとうございます。情報は結構苦手なんだよね、エクセル。ああね、なんか情報は、なんかできる時とできない時がある。うん。でもこん、ん、うんとねこん、今の楽器はあれがあったから、なんだっけな。プレゼンテーションプレゼンがあったから、なんかそれで話しまくって、 で説明しまくってなんか点数を稼いでなんとかまあ協定はまあ割とよかったなはいフフフ割とよかった、えー、日本史って教科書の太字の部分あるやんそこだけノートに書いたら自然と覚えるわよ本当えー、もう嫌いすぎてね頭に入っていかないんですよ私は文系用文系用野球野球やってたの テニスとソフトボールえすごいあそっかなんか共通点あるよね野球できる人どっちも得意そう意外だわなんか野球なんだへえー、サッカーと陸上やってたからええー、またまた意外だわちょっとなんか意外の人多くない今日は <laughs> えっ理科と数学はできない 数学日本史地理公民古典科学ならまだ得意教科多いねなんか私得意教科何ってよく聞かれるじゃないですかなんか得意なの全然なさすぎて本当に恥ずかしいけども家庭科と数学でとなんか技術だよみたいな <laughs> なんか自然と全部副教科ばっかり言ってるみたいな主要5科目が一個も出てこないっていう。 あのはい悲惨なことになりますねだから言ってみたい私もまあ科学とまあ日本史が得意かなみたいな言ってみたいけどまぁ、あ、一生言えないですね多分 <laughs> 美術数学理科系技術は3より下です何評価の2評価ご <laughs> 評価 <laughs> 学校自体が結構頭いいから学年トップとかないけど割と何でも平均取れる系、え、すごくない数学はね、あでもす、あ数学は今回、あの、どっちか、数一、数二どっちだったっけ、どっちかだっけは平均点と全然変わんないくらい取れた。初めてだよ。うん。あもうま初め、うん、多分初めて。 でももう一個は平均点よりも格段に下でしたけど。<laughs> 学校自体が、あ、読んだわ。小1から11年間長っいいな、なんかそれだけ一つのことを頑張れるっていうのはね、羨ましい尊敬やな。11年間ってすごいよね。そんなに何かを続けたことはないですね。<laughs> うん。 強いて言うと何だろうな、習い事長かったの。その番、その番とピアノ、ピアノが一番が2年かな。2年と、その番も2年かな。2、3年ぐらい。それは一番続いた。<laughs> でも11年と比べたらね、もうね、チリですよ。 家庭科は4だったおおすごくない4ってすごいよね意外意外家庭科1かと思ってましたね <laughs> 算数数学は中学まで得意だったのに高校で難しくなってダメやったあそうなん私はあの小学生の時から数学はもう苦手意識しかなかったでも小学生のなんか2年生まであの本当に勉強、まあ、今も嫌いなんだけど あ違う違うなんか漢字のテストでカンニングするのこれすごい惹かれそうなんだけどカンニングするのが好きで私2年生まであのしょなんか今はできないんだけど高校はカンニングしようとしてもできないんだけど見えないんだって見えないんだけど <laughs> なんか小学生の時は小学生のテストって前の子のペーパーがめっちゃ見えないですかだから小学生のの時は漢字のテストをめっちゃ 前の頑張って見ててでもそうするとなんか早く解けると思ったら逆にあの時間以内に一問一問さ見るじゃんだからなんかバレるのが怖くて全然見れなくてあの結局毎回すごい悪い点取ってたんですよ漢字テストでだから3年生で担任がなんか私のやる気をね奮闘させてきてあの漢字が毎回100点漢字の。 なんか小テストみたいのがなんかすごい頻繁にあったんですけどそれが毎回100点になったカンニングせずに <laughs> 絶対引かれること言っちゃったえそうだよね小学校さカンニングし放題じゃないしかもなんかしても罪悪感がない全然うんなんか中学校だとなんか高校進学校 高校とかに関わるからあれやなみたいな感じだけど、まあ、小学校は一回カンニングしててもどうでもいいでしょみたいな感じ <laughs> めっちゃカンニングしてたね <laughs> いや今はしないけどねうん10段階で平均 8? 行ってみたい平均 8? 強っ平均8はえぐい素晴らしい <laughs> キャプテン知ってたえすごいね準優勝強っ <laughs> 強<っ笑>自分は小2から中2までピアノやってたから多少の音感はあるえーすごい音感ね音感ある人音感ある人ってあれだよね歌もうまいしうんいいな小2から中2ってことは何年ですか6年とか長っ <laughs> なかなか長いすごいなえー、弾けるの カルロゴーン捕まえてきてごめんけわからんわけわからんあなたに勉強好きなんすね全然好きじゃないで大っ嫌いですね <laughs> 高校時代の思い出は学園祭学園祭いいのうちの高校の学園祭はなんか厳しくて全然他校の子来れないんですよだから出会いとかもないし友達が増えるとかも特にないしまあダンス部がダンスするとかはあるから まあそのダンスが結構おしゃれで見てたみたいな感じはあるけど、まあ、特にああでも食べ物が美味しいかなまあそんぐらい <laughs> うんでもまあなんかちょっと厳しいんで割とあんまり言って楽しめないですねカンニングするのが好きやパワーワード好きなんですよカンニング <laughs> カンニングしないで <laughs> カンニングはねやめられない止まらない世界ですよ 小学生の時は特に <laughs> カンニングしたら逮捕やだ逮捕されたくない <laughs> 私が逮捕する側ですみんなを嘘嘘です見た目から勉強できそうじゃないえっそんなことないよ <laughs> はいはいえそんなことある え、バカそうに見えますか悲しい。悲しい。え、でも私前なんか、なんか、ナタリーちゃんって勉強できそうな顔してるよねって言われたことあるんですよ。友達っていうかなんかし、なんか初めて初対面の人に。頭良さそうみたいな言われたんですよ。ほら、そういう意見を持ってくれる方もいらっしゃるんです。ふふ。ふふ。 頭良くなくても頭いいその言われなければすごいなんか勉強できそうに見える人いるじゃないですかえ皆さん知ってますえ片瀬里奈さんとか知ってます芸能人のあの人私すごい頭いいと思ってたんですよなんかなんかニュースニュースキャスターじゃないけど週一とか出てる人すごい頭いいと思ってた思ってて で調べたたら頭良くなかったんですよだからそういう感じになりたい。<laughs> いやなんか根から頭よくしてよみたいな感じだけど多分もうね数学とかが絶望的すぎて多分なれないんではいどうしたらなっちゃんのやる気を奮闘させらるのいや私でも私は分かんないですねはい「<laughs> ナタリーの家庭教師になりたい人生」でしたえっ なってください, <laughs> なってください募集してるんではい <laughs> 勉強くらいしかできないからねいや勉強できるだけでももう素晴らしいのでもうそれは才能なんでいいんですよ勉強ができるとかスポーツができるとかなんか一個でも得意なことあったらいいよねって思ううん ンンニングしたところでで中学卒業までは絶対真剣で行けるし <laughs> ねえ <laughs> それはそうそうそうなんか小学生の時はなんかそういうなんか小テストとかをママにどうしても見られたくなくてずっとランドセルの中にすっごいちっちゃく折りまくるんですよもう何十回折ったみたいなぐらい折りまくって。 折りまくってからハサミで真ん中チョキンってやってランドセルのミニポケットみたいなところに入れててそれをなんかずっとやってたらバンバめっちゃつなんかパンパンになってきてそこがでママがなんかある日なんか私のランドセルを勝手にね勝手にとかはまあ当たり前かもしれんけど私がテストを一向に見せないから開いてしまってですねあのすごい怒られましたその時、うん、テストをこんな <laughs> なんか復習できない条件まで降りたくってなんか <laughs> 復習できないようにしたらダメでしょみたいな言われた <laughs> 待って私の話すごいさなんかわかりにくい気がするえー、語彙力つけたいよー <laughs> カルロス・ゴーンの頭はゴーンあっ親父ギャグ出たピオラップって名前にしてるけど何これは <laughs> <laughs> 親として俺が学園祭行くわそれは逮捕ね <laughs> 今全く弾いてないから戻るまで時間かかりそうだけどねいやでもなんかもともとさやってたら、まあ、英語とかもそうですけどねなんか最初話せたこととかってちょっと勉強したらすぐ思い出すじゃんだからピアノとかも思い出せそうだよね素晴らしい。 こんばんは。公式期待をありがとう秀典さんこんばんこばはよかったら、このルームで配信するのまだ2、3回目とかなんで、よかったら、あ、3回目だ、多分あのよかったら、ルームフォローとか、Twitter とかインスタフォローしてくれたら嬉しいです。待ってます。お願いします。<laughs> 手にしセニさん、おうす。捕まえちゃうぞ。え逮捕してください。しますよ。<laughs> しますよ。 まあ勉強できそうな人は正直顔見ればわかるえっ頭いいってことにしとこう <laughs> 私も <laughs> 頭良さそうには見えなくねいやでも言われたんだもん言われた私は頭良さそうなよねーみたいな。